さあ、皆様こんにちは。リアム・アレクサンダーでございますということでですね、今回からですね、今までずっとね、オークランド・アスレチックスの方でやってきたんですけども、ちょっとここからですね、新たな、ロード・トゥ・ザ・ショーやっていきたいと思います。まずはな何をするかということ、まずはね、ちょっと待ってね、ニューでいくでしょ。で、どうしようかな。現在のでいこうか。で、とりあえず、こっから、顔から作るか。どうしようかな。まず、左でしょ。で、ピッチャーではありません。ピッチャーではありません。前回は、ファーストベースと、センターとかやってたんですけれども、どうしようかな。ライトにしようか、今回は。今回は、ライトフィルダーにします。待って、レフトフィルダーにしようか。レフトフィルダーにします。で、今回やるのはですね、ちょっとここだけ全部上げます。で、フィールディングも、特に必要ない。なんでここまで上げるかっていうのも、これから説明いたします。全部ですね、このバッティングの方に思いっきり振ります。OK。で、どうしようか。どうしようか。いい人にしようか。で、ちょっと一応ね、またエディットしていきましょうか、ここまで。ちょっと今、キーボードは映ってないですけども、前回同様、同じ名前でいきます。はい。OK。で、ファーストネームオーディオ。あ、待って、過ぎちゃった。あった。アレクサンダーね、これね。はい、これ。OK。で、年齢は24歳です。はい。で、ナンバーは前回10番だったね。25でいこうかな。で、セカンドポジションは別にいらないんだけど、一応じゃあさっきレフトにしたからライトにしようか。で、ライトで、生まれは、ワシントン。ワシントンどこ？あ、あった、ワシントンね。OK。で、ちょっと待ってね。これでどうすればいいんだ。で、ここからいろいろバディ、ユニフォームとか決めていくんですけども。白だな。身長こんな長くないから、このぐらいかな。で、体重なんですけども、体重全然ないかな。196でいきます。で、この体の体型、もうガリガリなんで俺。これでいこうか、じゃあね。で、ネックサイズをミディアムでいいね。で、これも、なんだこれ。ロングが、やっぱロングがいいな。で、これ首いらない。ネック、これもいらない。で、内径入れておこう。で、次ヘッド。ヘッドシャープ、これめんどくせえな。これヘッドいいや。ヘアだけ変えておこう。ヘアだけ変えておきます。前回これでいったんだよね。前回これの金髪いったんで、ちょっともやっぱイメージ変えなきゃいけないんで。何でしょうか？面白い髪型にしようか、なんか。スキンヘッドで面白そうだけどな。やっぱこれがいい。これがいいんだけど、これにしようか、じゃあ。これだな。あ、これだな、やっぱり。もみあげこんなないよね。猿じゃんって話だよね。で、ヒゲもいらない。前回ヒゲつけたんで、ヒゲいらない。これで OK。で、チークって何？ああ、チークじゃないでしょ。これは、ほくろみたいな感じ？いや、こんなシワシワじゃないよ。あ、これでいいか。OK。で、アイ。あ、これすげえな。でも俺、こんな色じゃないから、本物の俺の目ぐらい俺の色でしょうか。あ、これだな。で、これはもうめんどくさいからいいや。で、次、ノーマル。あ、眉毛ね。これでいいんじゃないですか。なんかいかつい感じになったな、すごい。もうこれもいいや。特にね、顔はそんなに使うところでもないので、そんなに気にしなくてもいいかなと思うんだけど。あ、これでいいじゃん。で、バットタイプだよね。これちょっとこだわりたいんだよね、やっぱりね。あ、待って。少々お待ちください。なんだ、ネットが途切れちゃった。大丈夫かな。はい。構え方どうしよう。
後ろから見た時にこうどうなるかだよね、これね。なんか悩ましいね。どれもどれで。どれもいいのばっかだな。前回これで言ったよね。ああ、そうだね。完全これだね。あ、今でよかった。今でよかった。あ、今でどっか行っちゃった。これ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 。これいいじゃん。これにします。これかな？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 これな、な、なんでもいいんだけど、正直ね。これだな。よし。で、あとは、あと装備品ですね。装備品はまあ、なんでもいいかな、装備品は。ここブラックにしようか。これでいいや。バットはね、ちょっとこだわりたいね。バットはこだわりたい。バットはね、これがいいんだよね。これでいきます。半分下黒で上があれっていうね。で、ここはチームカラー2、3、こうしとこうか。で、僕はこっちにつけたいね。OK。で、これもちょっとシャープにいきたいよね。これでいいや。別に汚れるは必要ないし、1個でいいし、帽子もちょっと深々かぶる感じで。で、あれ？グローブが、バッティンググローブが1個になっちゃってる。あ、1個になってるね。OK。2個にして。で、バッティングギアは、なんだこれ。あ、これいらないね。俺これつけないよ、ね。当たったら当たったですよ。当たってからが大変だけどね、それはね。あ、これいらないな。ただ、リストバンドいるね。リストバンド欲しいね。こっちにいる、側に欲しいね。まあ、チームカラーにしときましょうかね。番号いらない。で、スリーブは、そうだね。スリーブ両方欲しいな。これ両方欲しいね。で、これこうだな。こうだね。俺これがやっぱ一番いいかな。これいらないね。OK。ああ、グラスいらない、グラスいらないでしょ。これ何？ああ、1、2、3、1、2、3、1、2でいいんじゃないですか？はい。で、キャッチャー別にやらないんで、これで OK でかな？いいよね、これでね。これでじゃあ作りましょう。はい。で、ここでですね、ようやく、なんでまたこの同じような感じのを2回やるんだっていうふうに思われるかもしれないんですけども、まあ、前回のね、アスレチックスでやってたのは、まあ、すごく、まあ、やってしまうと結構難易度は難しめでやってたんですけども、今回は少しだけ難易度を下げて、今ね、結構 MLB でもいろんな記録があると思います。いろんな、例えばイチローのね、260何本のヒットであったりとか、72本とか3本の年間のね、ホームランであったりとか、だといえばほら、ピート・ローズの4256本とかね、通算のね、700何十本ホームランっていうふうに、数々の、総合記録とか年間の総合記録っていろいろあると思うんですけども、それを数々破っていきたいわけですよ。私もね、やっていく中で、 MLB でやっていく中でね。で、少しだけそれを難易度を下げて、少し打てるようにすれば、打てるようにして、どのぐらいの年数でその記録たちを塗り替えられるんだろうっていうのをですね、今回ちょっとね、やっていきたいと思います。ちょっと今回は紹介だけ、いろいろなんていうんですか、こういうの作って、キャラクターを作って、今回どういうふうにやっていくのかっていうのを、なんていうんですか、ちょっと話がまとまってないね。どうやってやっていくのかっていうのを説明できたので、まあ、これでよかったかなと思いますけれども、次回からですね、こちらのスカウト、それから、ショーケース1ぐらいまでいけたらなと思っております。どうしようかな。今日の動画、この後すぐまた動画、あげようかな。この多分動画、シャープ0になってると思うんだけど、シャープ1の動画をこの後、もう一本すぐ投稿します。だから今日、
MLB、いつも1日1本なんだけど、2本、1日2本投稿になってると思いますので、あ、違う、今日だけシャープ0とシャープ1、この後のね、このスカウトデーとかも投稿してると思うので、ぜひそちらもですね、ご覧ください。ということでですね、皆様今回もご視聴ありがとうございました。ここからですね、いろんな記録を数々打ち破っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、次回の MLB ザショーの実況でお会いいたしましょう。さよなら。